快速自慢が集う東京マイル安田記念。春のマイル王は誰の手に。人気と実力を兼ね備えたダンツフレーム、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。アグネスデジタル。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗、2大マイル戦覇者ノースフライト、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番、5番、14番、向こう正面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気ノースフライト、6番快調に飛ばしていきます。先頭は6番三振で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、3番手14番、4番手ノースフライト、この後から4番、それを見るようにダンツフレーム、11番並んできた。内から9番、その外並んでビリーブ、それを見るように1番、一橋に離れて16番、そしてその内を回って7番、18番並んできた。内で17番、内の方からアグネスデジタル、大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。ノースフライト、まだ抑えたままだ。集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。ノースフライト前を狙っているぞ。最終コーナー最初に立ち上がったのは6番、ノースフライト、ここで抜け出した。400を切りました。ノースフライト、このまま押し切れるか。ノースフライト突き放し、ノースフライト、リードは3マシン、残り200、先頭は変わらず。ノースフライト食い下がるアグネスデジタル。ノースフライト足色は奪えない。後ろを突き放して、ノースフライト今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。ノースフライト勝ちました。上半期のマイル女王の座に輝いたのはノースフライト。2着にはアグネスデジタル、3着に入ったのはダンツフレーム。最高のランウェイを飾りました。